カレー食べるだけで勝手に痩せるお米をどれだけ食べても体脂肪がみるみる落ちて赤い痩せ効果があります。即時制限しなくても大丈夫。大丈夫です。僕も最近はお祭りの準備で深夜1時までお酒を飲んだり、食べたりしても次の日にこれを食べておくだけで全然太らず、なんなら痩せていってるんです。それでは調理工程を早速紹介します。 準備するものはサバ缶ジャワカレーのカロリー50%オフ人参1本玉ねぎ1個カットぶなしめじ1袋トマト1個サバ缶は魚の良質な脂質っていうものが含まれているので食欲を抑える効果がありますサバ缶が中性脂肪と悪玉コレステロール値を下げるっていうことが分かってるんですこれは EPA と DHA の効果によって起こるっていうことなんですねこの僕たちの中性脂 脂肪に働く脂肪酸っていうのは epa と dha っていうふうに言われていますこの epa と dha がたくさん含まれているのがサバ缶なんですねこのジャワカレーのカロリー50%オフは脂質っていうものがほとんど含まれていないのでダイエット効果が高いものになりますまたカロリーもだいぶ抑えられているので一つ買うと4袋入ってきますこの一袋あたり2皿分のカレー粉になっていきます人参や玉ねぎに関しては体の血流を 良くしたりとか腸内環境を整えてくれますカットブナシメジに関してはキノコ類はビタミン d が豊富なので骨を強くしたり腸内環境を整えてくれますビタミン d と肥満の関係ではイギリスの4万2024人を対象にした研究では bmi が10%上昇するごとに血液中のビタミン d の濃度が4%ずつ低下するっていうこともわかっていますこのキノコ魚介類卵っていうのはビタミン d がかなり豊富に含まれているものになりますまたビタミン d は使用性のビタミンというふうに言われていて 油と一緒に摂取することによって吸収率が上がってきますなのでこのキノコや魚介類卵などをオリーブオイルなどと一緒に摂っていただくとビタミン D が吸収されやすくなります 特にこのビタミン D が不足していると中性脂肪や内臓脂肪として溜まってしまうので脂肪性のビタミンこのビタミン D が大切になっていきますトマトに関しては熱を少し加えることによって抗酸化作用が強かったり脂肪燃焼効果を高めてくれるんですトマトジュースやトマトに含まれるリコピンが悪玉コレステロール値を下げてくれるっていうことなんですね。この悪悪玉コレステロールが多くてて酸化してしまうと超悪玉 コレステロールっていうものになってしまってそれがより血管を傷つけたりとか詰まりやすくなっちゃうっていうことなんですねただこのトマトに含まれるリコピンやベータカロテンやビタミン E などが抗酸化作用があるのでこの悪玉コレステロールが酸化することを防いでくれるっていうことなんですねまたニュージーランドのオタゴ大学の研究によると新型糖尿病の人がトマトジュースを1日 500ml の 飲むと血液中のリコピンのレベルが3倍まで上昇して酸化悪玉コレステロールのレベルが低下したっていうことも分かってるんですこれをすべてカットして煮込んでいきますお水を入れずに煮込むことによってトマトの水分から栄養素が出てきますから5分ほど煮込んでいきますその後サバ缶を入れていきますそれからまた5分ほど弱火で煮込むようにしています煮込んでいる間に簡単にご紹介をするとサバ缶は鶏の胸肉などでも代用可能ですしイカタク エビでも対応可能ですこのようにダイエットをする時には 糖質をたくさん増やしていくのか脂質をたくさん増やしていくのかどちらかを選んだ方がダイエットしやすくなりますただダイエットの初期の方っていうのは良質な脂質を取ってないとダイエットがうまく進まないということがありますからしっかりと魚から油を取るようにしていきましょうこのカレーを煮込んでいる間に白米を先にお皿に入れて準備をしておきますこのように白米を少し冷ますことによってレジスタントスターチがたくさん出てきますこのレジス とスターチがたくさん出ることによって血糖値を急激に上げないようにしたりとか糖質が脂肪になりにくくなりますからこのカレーを作っている間は白米を先に準備しておくようにしましょう僕は腸内環境が悪い時にはこの白米の上にキャベツなどを乗せて準備するようにしていますまたこのカレーを食べてみて味が薄いよって感じた方はとんかつソースなどの脂質がほぼ入ってないものだったりカルディで買えるチリソースまたナポリタンソースなどで味を食い 加えていただいても糖質を多くして脂質をほとんどカットしていくことによってダイエット効果を高めることができますまたこのカレーでも便通が改善しない体重が落ちない時のお助けアイテム紹介していきます僕が使っているものとすればサプリメント、ノームというところのダイエットサプリ使っていますこのダイエットサプリの中にはビタミン A、E、ビタミン B、アエン、乳酸菌、EPA が含まれていますビタミン A、E は体の免疫力を上げたり 抗酸化作用があります。ビタミン B に関しては糖質の代謝を助けてくれます。亜鉛に関しては男性ホルモンを増やして痩せやすくしていきます。乳酸菌は腸内環境を整えてくれます。EPA は魚の油に含まれているものなのでダイエット効果を高めてくれます。またこのようなノームのサプリ以外にもバイタスのビタパワっていうものにも亜鉛が含まれていたりとかビタミンが多く含まれているので食後に2粒ずつ飲むようにしていたりします。またそれでもちょ。 腸内環境が整わないなんていう時にはビオ3というものを使っていますこのビオ3は乳酸菌や酪酸菌などが含まれているので食べ過ぎているな飲み過ぎているなっていう時に次の日に便秘が続くなどの時に僕は使用していますこれは食後2粒飲むようにしていますまたそれでも腸内環境が悪いななかなか野菜が取れてないなっていう時には食物繊維、サンファイバーなどをカレーに入れて食べるようにしたりとかコーヒーに入れて飲むようにしていますこの僕が使っている実際のも に関しては amazon で購入できるものは amazon リンクを概要欄に載せておきますのでぜひチェックしてみてくださいどうだったでしょうかここのカレーをを食べることとにによっってて体重をみるみる落とすす減量なってきますダイエットをしようとする時に食べるもの全体を減らすのではなくてお米などの糖質を増やして油物を極力避けていくのか油のものをいっぱいとって糖質を避けていくのかどちらの原料が自分の好きな食べ物に合っているのかを選びながらダイエットを進め 進めていただけたらと思いますまた僕も飲み会が多くて揚げ物を食べることが多かったりとか思ったように食事が続かない時もありますそういう時には16時間断食をするようにしていますこの16時間断食は睡眠時間を含めた16時間の空腹の時間を作りながら残りの8時間は好きなものを食べて OK というものになりますなので今お祭りの準備なので食事のリズムがなかなか作れない時には16時間断食をして16時間断食 明けにこのカレーを作って食べるようにしています。そうすることによって便通が改善したりとかニキビなどを起こさないようにしていますなのであまり我慢して食事を制限しすぎると非アルコール性脂肪肝って言って体が内臓を冷やさないように脂肪を溜めてしまったりとか体重がうまく落ちないなんていうことがあると思いますそのような時は僕も経験があるんだけど手足が冷えたりとか体の代謝が下がっているっていうことがほとんどなんです。そういう時には糖質をやはりたくさん 取らないとなかなか代謝が上がってきませんなのでこのようなカレーを食べていただくことによって僕は汗をすごくかくようになったし手足が冷えることがなくなりましたなのでここ2週間の動画を見ていただくと分かると思うんですが以前よりも体重が落ちているように見えると思いますなので実際に僕がこのように食べているものっていうのをぜひご興味のある方は高評価だったりとかコメントしていただけると嬉しいですそれではまた明日も一緒にゆるく頑張りましょう